もうね、一緒にね、言いたいですよなんじゃそなたはってそれ、今大好きあの赤いのを見つけもうルビーだと思うんですよ引っ張って、それでなんじゃ言ってえ、なんて言ったんでしたっけなんじゃ、なんじゃだっけ誰だそなたは誰誰じゃそなたはかな誰じゃそなたはうるさいこれ野郎誰じゃそなたは誰じゃそなたはどこのドイツじゃ なんんか、突っ込ででても丁寧でいいわねそ,そなたはよそ,そなたね,ねだってあのーまあ、ワンピースの中でねお笑いパートって2人しかいないんですよ<ぁ>、えー、だからどっかでも、まあ、完全にそうでしたよ皆さんお笑いパートですよあさってはいでは、ね、ど,どっかにね漫才かなんかのシーン入れてほしかったなというもう,もうこうなったらみたいな、えーまあ、そういった意味で楽しいまあアフレコやってる時にねもう全身全霊ね、はい 使って演技する方ですのですごいです熱量が熱量が、ね、それはもう千葉さんにはかないませんいやもう僕はややけくそですから <laughs> <laughs> まあ共闘というので、えー、ルフィには多分ハンコクはあの協力するだろうなっていうのは分かったんですけど台本読む前までは他の人と組むかなってちょっと不思議だったんですよねやっぱり組んではいなかったですよねまあルフィに共、ね <laughs> …とにかくルフィに協力するでも共闘といっても俺 <laughs> ねえ蹴られただけですからねバギーは逃げてましたしねバギーは逃げてましたよね <laughs> 一生懸命ね、うん、いやストーリーに絡んでないんですよ私 <laughs> もう私はもうのために走り回って叫んでやってるだけですから出てきたすぐの頃にあのー、バギー玉をね「はっしゃっはっしゃっ」て言ってすごいもうバギーが大口開けてる絵なんですよ「はっしゃっ」て言ってもう本当に大口なんですよその時に、はっ,しゃって <laughs> 言える人なんですよい、えー、それでそれを OK にせざるを得ないこのなんだろうそのままだから「はしゃっ」っていうのがオンエアになってるんですよでも口はどう見たって「はしゃ」ってこう叫んでる顔なんですけどこのそれができる勇気と「勇気ですよこれ!」。<laughs> ブランド千葉しげるブランドそうですね本当にこれはすごいもっと褒めてなんでもないところで竹馬に乗ってバギーがね竹馬に乗ってこうき通り過ぎてセリフなんか書いてないですなんでもないんですなんでもないんですけど日本の皆さんこれが竹馬だよ なんだろう、なんでもないんですけど、もんのすごくおかしかったですね。おかしい。あとなんだっけ、バギーが体バラバラになるじゃないですか。それでバラバラになりながら、も走ってる時に、右足が移った時に。右足。で、かとかで、左足が一生懸命走ってるところで、<laughs> 左足。とか言って、オッケーでしたよね, <laughs> ね。本当に。あの、自分で飽きちゃうんですよ。<え>ラステス本番って、こう、テストラステスト本番ってあったら、本当にね。<laughs> もうテストで爆笑してまた、あのー、ラステスであのそれを言ってほしいんですけどもう言わないんですね飽きちゃうんです自分が飽きちゃうんです、ね、自分が飽きちゃう、ね、でまたどん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 こう変わっていくんですけどねで本番で外すんですよねいや <laughs> っていうかねあの本番ってさあの笑い声出せないじゃないですかみんなねあのゆ揺れてるんですけど本人としてはやっぱり本番受けなかった <laughs> 受けるわけないじゃないですか <laughs> だって音出せないんだから本人はね多分,多分そういう感じなんですよボールペンぐらい落としてくれたらいいいやいや,<前>いや,いやだって音出せない <laughs> みんなねいや揺れてるんですよ <laughs> こういう感じですよ、だって声出せないから <laughs> なんか銭、ね、湯の脱衣場のねあのこうマッサージ器に座ったえ <laughs> えが例えがみたいなねわかかりますか <laughs> <laughs> 千葉さんのシーンはあの自分が出てなくても後ろの方に座って見させていただいてこうやって揺れてました。<laughs> ね <laughs> 私がデビュー当時の頃のことなんですけどこけるときに「すもも」っておっしゃったら背景が「すもも」になってるんですよ。すごいでしょまあそれだけ映画できてないっていうことなんですけど、ね、<laughs> ありましたね私それデビュー当時だからそのこけるときになぜ「すもも」というのかが意味が分からなくて安 <laughs> い言っちゃったんでね。<laughs> ね ったら先輩がねお前まなんてこと言ってんだってねだろう結構怒られたんですけどお祝いん見たら本当のスモモが三個飛んでました <laughs> もう絵がそうなっちゃうしもう一個分からなかったのが、うん、中野看護学校って言ってこけたんですけど <laughs> 中野看護学校にはどういう意味があるのか分かんなくて聞いたら <laughs> 意味なんかないって <laughs> そそちゃううでですすよよねね、ねついちんかなんか見えたものを言ったりしてるらしいんですよ。ね<え>それがデビュー当時だったんでそういうものなのかなってあ声優さんってそういうふうにやるのかなって <laughs> 私勘違いしちゃいました先輩。<laughs>